よろしくお願いいたします。お願いします。テラフォームエンタープライズやテラフォームクラウドの API を活用して一歩踏み込んだテラフォーム運用自動化をということで、須藤と岩瀬が発表いたします。まず自己紹介なんですが、私、株式会社リクルートのインフラソリューションユニット SRE 部クラウドグループというところにおります。クラウドの横断基盤を管理、運用、改善している組織ですね。AWS 基盤チームセントというチームの、リーダーをやっております。で、猫を飼っておりまして、あと昨年娘が生まれて、育児と仕事でてんてこまいっていう日常を送っております。で、もう一人の発表者なんですが、リクルートのパートナーさんとして、参画していただいている岩瀬さんです。はい、私、岩瀬翔太郎と申します。エンティティテクノクロス株式会社の、デジタルツイン事業部第三事業ユニットというところに所属をしております。趣味で熱帯魚を飼ってまして、あとは在来線で鉄道ですね、使って、まあのんびり旅行に行ったり、まあ行った先で写真を撮ったりというところが、趣味にしております。よろしくお願いいたします。はい、ではまず組織の紹介とか、セント基盤、セントチームの紹介をしていきます。リクルートの主要事業、こういったものがございまして、株式会社リクルートといったときには、メディア&ソリューション SBU に属する、いろいろなサービスを手掛けております。この中で、旅行、飲食、美容、エアビジネスツールズを中心に、関連サービスやアプリを提供している事業領域を、ライフスタイル領域とか SaaS 領域の事業と呼んでおります。で、この、ライフスタイル領域とか SaaS 領域のための AWS 基盤としてセントというものがございまして、104の AWS アカウントがあり、エンジニアの数としては、時期によって変動があるんですけども、8名から12名ぐらいのエンジニアが在籍しております。セントチームの特性としては、IRE、インフラストラクチャーリライアビリティエンジニアリングと CCOE、クラウドセンターオブエクセレンスの両方の性格を持っております。で、このうち、IRE として基盤コンポーネントを管理する部分に、テラフォームやテラフォームエンタープライズを活用しております。で、我々、ハシコープのバーチャルストラテジーデイジャパンボル2でも発表しておりまして、こちらの資料ももし興味があればご覧になってください。で、今回、発表するテラフォーム運用自動化の背景について少し説明していきます。まず、定期的な構成差分をチェックしたいという、要望がありました。プロダクトとセント基盤で AWS アカウントを共有していまして、セント基盤で管理している部分についてもプロダクトが操作することが可能になっています。で、テラフォームで構築運用している環境に対して、しばらく時間が経過してからソースコードを変更したときに、プラン時にそれまで認識していなかった差分を生じることがありました。で、こういった、定期的な構成差分のチェックってドリフトディテクションって言われるんですけど、公式にドリフトディテクションの機能が発表されるよりも前に、この機能が欲しいなというので、手をつけていました。もう一つ、100を超えるワークスペースに対して一斉に操作したいというケースがありました。全アカウントに対して再度ランプランをかけ直したいケース、あるいは、アプライのアプローブ待ちになっているランをすべてディスカウントしたいケースみたいなものですね。で、ワークスペース数が100を超えていますので、そういった操作が必要になったときに大きな負担がありました。で、そういった中で、テラフォームエンタープライズやテラフォームクラウドの JSON API というのがありまして、47種類の API が公開されています。これご存知でしたか？GUI で、実施可能なほぼ全ての操作が API としても利用可能という形になっていて、我々がやりたかったことって、Runs API と Organizations API、それから Workspaces API で実現できるということが分かりました。ですので、この2つの事例を紹介していきます。はい。
では、ここからですね、事例の紹介として、岩瀬の方から、ご説明をさせていただければと思います。まず最初に、テラフォーム管理リソースのドリフトディテクションというところですね、になります。まず前提として、いくつかお話をさせていただければと思います。まず、我々セントチームと、まあ、プロダクトチーム、2つの、チームの責任分担に関してなんですが、セントチームの分担としては AWS アカウント上に、環境を、構築管理するというところを分担としております。で、この基盤上にですね、サービスを構築し運用するといったのは、プロダクトチームの分担という形になっておりますと。で、基盤側の管理リソースというものですね、こちらに関してはプロダクトが変更するというのを、まあ、一部許容するという形になっておりますと。で、CPU を使って、まあ、タグベースのガードレールというのは設定はしているんですけども、まあ、リソース数の多さであったり、あとは構成の複雑さとかですね、そういったところから、まあ、ちょっと限界があるなというところがありますと。で、あと、プロダクト側の、サービスの構築作業とかですね、そういったところのカスタマイズというのもありまして、で、まあ、テラフォームのコードと、我々が作った、コードと、まあ、リソースですね、そこに、どうしても差分が発生して、乖離が発生してしまうというところがございますと。で、ただ、この差分に関しても、まあ、毎回元に戻すというわけではなくて、プロダクト側がこの設定変更を永続化したいという要望を持っている場合もあります。なので、まあ、そのリソースを元に戻すか、あるいは行動に、実際コードをリソースに合わせて修正するかといったところですね。このあたりの連携が必要になってくる、そういった背景があります。が、ただ、これですね、まあ、今まで、ドリフトディテクションズの機能がないため、まあ、実際に、プロリクを作成して、まあ、モジュールの修正とかですね、プロリクエストを作成して、実際にこうアプライ、プランを作って、そこで初めて差分が発生しているということに気づくと。そういったところがあって、まあ、想定外の差分が発生して混乱してしまうというところが、これまで課題としてありました。はい。で、それに対する、システムとして、まあ、ドリフトディテクションズのシステムを作成をしておりますというところになります。で、こちら、まあ、構成図としてこんな形になっていて、メインの処理は、ECS 上で実行をしております。で、テラフォームのコードは、リクルートの社内にある GitHub Enterprise のリポジトリ上に、に管理されておりまして、このコードを ECS の方で、取得して、テラフォームエンタープライズの、API を叩いて、差分を検知するという形になっております。具体的にはワークスペース一覧を、ワークスペース API ですね、こちらを使ってワークスペースを、一覧を取得しまして、各ワークスペースに対して、スペクレーティブプランですね、を作成して、プランを実行し、その差分をチェックをします。で、もし差分が見つかりましたら、スラックの方に、通知をすると、こういった形になっております。補足しますと、今回、基盤に関して、ECS を作成したんですが、まあ、最初、ラムダ、サーバレスでラムダを使おうかなというところを考えていました。ただ、プランを多数実行するっていうところもありまして、まあ、タイムアウト15分の制限をちょっと超えてしまいそうだなと。というところが考えられましたので、ラムダではなく ECS を使うという形を、取っております。で、ECS も、時々、AWS 側の基盤障害等で、タスクに起動に失敗してしまうというところが、時々発生していましたので、これに関しては、ステップファンクションズを使うことによって、リトライを、行うという作りにしております。で、これも、イベントブリッジを使って、まあ、空論で、定期的に実行するという形で、実装をしております。はい。で、先ほども少し申し上げましたが、ドリフトディテクションの機能ですね。こちら、2022年6月の、ハシコンフのイベントで、発表がされました。で、こちら、使えるようになりましたら、ちょっと我々の環境でも、ちょっと試してみたいなと思っております。はい。続いて、多数のワークスペースでの一斉リラン、一斉ディスカードの、事例になります。まず、こちらですね。ユースケースとしてはいくつかありまして、まず、プランで、テラフォームプランの時点では問題なさそうなんですが、まあ、実際にアプライしてみるとエラーになるっていうケースがありました。で、すみません。画像書きをちょっと前後してしまいますが、3つ目ですね。最近では、AWS プロバイダー 4.0 で、SD のブレイキングチェンジズがいくつか発生しておりましたが、まあ、そちらのところでエラーが発生しているというところが、実際に発生をしておりますと。で、我々が使っ
ている、ワークスペースの数ですね、100あります。100を超えていますので、まあ、このリカバリーというのはなかなか負担が大きいという形になっています。で、我々のフローだと、開発環境は、アプライ、プランを実行したときに自動的にアプライするという形になっているんですが、本番環境に関しては、アプライ承認を必要とする、そういう、そういったワークフローを、構成をしております。そのため、アプルフの承認待ちになっている欄すべてを一つ一つ、ディスカードするという形を、取る必要がありまして、なかなか運用負荷の高いという状態になっておりました。はい、で続いて、異性リランの方のユースケースなんですが、こちらに関しては、ディフェンスオンがうまく意図通りに働かなかった場合とかですね、こういった時にエラーになってしまった場合に、リランをすると、まあ、うまく解消するというケースが時々発生をしております。であと、ステートインポートをした後ですね、この後に、ランを実行、プランを実行することで、まあ、正常性の差分がないことを確認するという、ということを、まあ、やりたいという、そういったユースケースがあったのですが、こちらに関しても、一つ一つのワークスペースに対して操作をするというのが非常に負荷が大きいものでしたので、まあ、一斉にできるようにしたいといった、そういった、ユースケースが存在をしておりました。はい。で、こちらが、一斉リラン、一斉ディスカードのシステム構成という形になっています。左下からちょっと説明させていただきます。こちら、実行するタイミングとしては、使いたくなった場合に実行するという形になっております。先ほどの一斉ディスク、失礼しました。ドリフトディテクションズですね。こちらは定期的な実行という形でイベントブリッジをトリガーにしていたんですが、こちらは必要な時だけ実行すればよいため、我々が運用で使っているジェンキンスですね。こちらのジョブをトリガーとするという形になっております。で、ジェンキンスの方で、ラムダを実行をしまして、まあ、テレフォンのコードは、同じく実行リクルートの中の、GitHub Enterprise のリポジトリの中で管理をしていまして、でこちらから Terraform Enterprise に対して API を実行するという形で処理を行っております。まず、処理の中で Workspaces API を使って Workspace の一覧を取ってきまして、各 Workspace のカレントステータス、こちらの状態に応じて、API を実行するという形になっております。一斉ディスカードに関しては、カレントランのステータスがプランドであったら、ディスカードを実行するという形になっておりまして、一斉リランの方は、ファイナルステート、状態遷移の最終状態という意味なんですけれども、その状態になっているものに関して、新たなランを実行して、リランを行うと、こういった形になっております。はい、最後まとめになります。須藤さんにお返しいたします。はい。運用自動化によって、どういうメリットが得られたかについてまとめています。ドリフトディテクションができることによって、プロダクトチームによる、リソース変更を素早く検知できるようになりました。我々がモジュールに機能を追加しようとして想定外のプラン差分が出て混乱するといったトラブルが、事前に予防できるようになりました。でまた、プロダクト側が、検証等で一時的な設定変更をして元に戻すのを忘れた場合とか好ましくない状態に変更された場合も、自動検知して対応できるようになりました。一斉リラン一斉ディスカードの仕組みについては、業務負担が軽減しました。100を超えるワークスペースに対して一つずつリランとかディスカードをする必要がなくなって、一斉に走らせることができるようになっています。このように、定期的に実行したい、自動実行したい操作があるですとか、業務フロー上手動操作が多く負担になっているといった課題をお持ちの場合は、ぜひ、Terraform Enterprise や Terraform Cloud の JSON API を利用して自動化を検討してみましょう。以上で発表を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。